くぜよ。さあ、さあ、久しぶりですね、皆さん。ミステリーボックス。あ、最近それ流行ってるの、それ。めっちゃ流行ってる。大流行するね。ねえ、ゾロ君。うん。てか、とりあえず、前回何やった、うん、俺何やったっけ。そうだよ、なんか実験室2やったっけの鍵を探してるんだよ、俺たちは。鍵じゃなくて、あれじゃない、なんていうの、燃料だったっけ。うん、そう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 。燃料探すぞ。ここ開いてるよね、さすがに。開いてた、開いてた、開いてた。ちょっと待って、歩いても大丈夫だと思うんだけど。いや、歩いたらタップするよ。俺だけたどり着いたんだけど。イエーイ、行こう。イエーイじゃねえよ。お、何かの血液、これで最後じゃない。レッドストーンだけど。レッドストーンいけたっけ。レッドストーンいけるね。ほう、うん、時間延長だ。ちょ、よし、じゃあラストトイに。何やってんの。なんだよ。何やってんの。なんで全部俺に回ってくるんだよ。それはもう早々とやっちゃうぜ。うわ、みんなひどい。ちょっと待って待って、じゃああっこで待っとこう。第二研究室。うん、まだ第二研究室立つだよね。本当に君たちひどいね。さあ、第二研究室。あれ ?4 つあったっけ。4つある。砂糖、内臓、目玉、血液。目玉入ったっけ、普通に。どういうこと。じゃあ入れるよ。待って、みんなに付与するわ。うん、はい。あなたにはこれを授けよう。目玉。目玉。あなたにはこの内臓を。じゃあまずここ入れるよ。うん。あれ、これ。ん、え、何。はい、怪しい装置に入れました、今一つ。え、あと一個。さあ、血液ドーン。ん ?4 つ入れたね。あ、スイッチ押さなきゃダメだ。おお、え、え、俺飛んだんだけど、なんか変な音。ちょっと待って、いつ押しか飛んでない、いつ押しか飛んでない。頭を捧げよう。え、じゃあもう俺そっち行くわ、多分行けるから。ちょっと待って、俺たちが飛んでない。ちょっと やめて、それ押したら俺こっちの部屋でもそれ飛ぶから。あれ、ベッドあるんだけど。やめて、あげて。やめて。やめてあげて。ベッドの上で、ずっと。で、じゃあ俺の名前見える、そこから。うん、見える見える。じゃあこっち、そっちに来てくれない。ここ扉開けてあるから。おい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 。開けねえぞ、そんなことしたら。え、どこなの。ね、研究室降りる場所あるじゃん。ちょっと待って、あ、この開かなかった鉄の扉。あ、あこね。え、何やってんの。え、こっちから行った方がいいじゃん。てか、こっちからしか行けないじゃん。さあ、来るんだ。OK、みんな中入ってベッド。俺も寝たい、俺も寝たい。俺も頭取ってやるから。俺も寝たいっすけど。どこどこにいるんだい。俺も寝る。どこにいるの。パソコン落ちそうだな。あ、ゴーゴーゴー。嘘だ嘘だ。はい、どうぞ寝てください。寝ましたか皆さん。よし、行こう。頭だから祭壇に捧げに行かなきゃダメなのか。ああ、祭壇どっちだったっけ。こっちか。祭壇これじゃない。お風呂だ、お風呂。この目玉の部屋違うか。違う違う、あれだよ、本屋さん。本屋さん、本屋さん、あれか。何ここ、あれ、なんか舞台裏見えちゃってるんだけど、大丈夫これ。え、どこ。いや、なんかさ、舞台裏見えちゃってるんだけど、ほんとこれ大丈夫。あ、開いた。開けちゃったもん。うん、ちょっと、ね、スロー君どこいるの。待って、まだ舞台裏。え、つまり二人ここなんだろう。いや、ほんと、ぶ、あ、何を壊してないよね。いや、ね、帰れない。うん、行こう行こう。
え、死ねるの？そこは。なんだこれは。死ねない。うん。料理を作れ。ちょいいいよいいよ。お、冷蔵庫かよ。冷蔵。料理を作れ。料理を作れなんてどこに書いてある？あ、あるじゃん。本当だ。でほらオーブンじゃん。なんでオーブンにせ木炭入ってんのかわからないけど。お肉。あれ？肉は？肉なくなって料理作れた。なんだここは？じゃあ左と右チームで分かれようぜ。オッケー、俺右。俺右。おお。入れない。スライドのカーペットが2つあった。ああ、これピストンで階段出てくるやつだな。ちょっと待って。ゴミ箱にもカーペット2つあるんだけど。どうすればいいそれ。カーペット集めとけよ。何伊藤さん、カーペットマニアなの？え、知らなかった。うん。カーペットあるぞ。反対側柵なのか。あれ肉なくなってる。え、閉まったんだけど。え、ちょっと待ってよ。あ、痛い。カーペットあるから戻らなくていいんだろうね。あ、怖い怖い。なんだろうこれ。ここでしょ。ここにカーペットでも置くんかな。ていうかなんかボタンあるはずだよね、こういう時って。ボタンあってヒントくれるよね。ヒントっていうか資料みたいな。あん？あれで向こうの部屋と同じじゃない？こっちの部屋。それで同じ場所にカーペットを引けってこと。ああ、なるほど。なるほど。でもカーペットなんてないぜ。あるよ。てるじゃん俺ら。ああ、そっちに。ちょ、待って待って。見えない。待って、どこに引いてあった今。ちょっと待って、待って。スロー君、どいて。チェスト前。チェスト前。ここの4つ。はい。はいはい。あと1つ誰持ってる？ここ。はい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 。で？で？で？まだなんか足りないものが。ちょっと見えないよ。邪魔だってみんな。撮影。しょうがねえな。あ、オッケー。なんで？これいらないじゃない？本当に？うん。いらなかったよ、そっちの部屋では。本当だ。で、スケルトンの頭とかも上に置かないとダメ。ちょっと待ってね。うん、植木鉢取れた。植木鉢をそのタンスの上、真ん中か。スケルトン。スケの横かな。スケの頭は絶対取れる。あ、違う、順番が違う。スケの頭が、このこっち。え、でもこれ反転してるんでしょ？反転してるんだったら。鏡合わせなんだよ。はい、ほら、開いたー。おお、何？あ、びっくりした。行こう。イエーイ。イエーイ。なにここ。あ、吠えた。赤羽だ。うわ、すげえ。8って書いてある。パーティーじゃん。いいか。いい。まだ迂闊に。そんな。なんだこれ。おお、なんかいくつか部屋があるの。うわ、かぼちゃだ。かぼちゃだ。あ、なんか、ちょっと待ってね。え、カツ。おう、ここは君に。すごい喋るんだけど。君にはちょっとくらいが。ならば、わしが助けてあげよう。絶対ここから生き残るんじゃぞって言ってるよ。ん？俺、出てないんだけど。待って、踏んだら出る。うわ、長い。それ、長文なんだよ、そいつ。かつてここで起こったことを話すで、俺はこの館に迷い込み、この部屋までたどり着いた。そして、どうにかパスワードが3776であることを突き止めた。しかし入力しても扉は開かない。1から9までは普通よね。でも A から F は何を意味するのかしら。なんかね、気づいたらカボチャになってたっていうから、これ多分犯人伊藤さんだわ。多分な。そういえば昔何人かかぼちゃにしたな。パスワードの書かれた看板が壊れているじゃないか。
これじゃあ部屋から出られないよ。あ、ちょっと待ってね。あの、パスワード一回リセットするわ。もうリセットしたよ。え、どこにパスワードあんの？1から9までは普通よね。でも、A から F は何を意味するのかしら。あ、ミスった。ん？3776。リセットどこ？これリセット。パスワードの書かれた看板が壊れているじゃないか。これじゃあ外に出られないよ。おお、暗っ。違うわ。3776がパスワードってことは分かっているんだよ。1から9は普通、 A から F はカボチャって言ったらいいんじゃない？あー、やっぱり。え、そういえばな、3年前くらいに設定したことあったけど、なんだろう、これカボチャパーティー、すんげえパーティーじゃないこれ。てか、もうすぐ暗視切れるんだけど大丈夫これ？大丈夫だと思うよ。暗視とか俺まずかかってもないんだけど。この人でしょ。うん、この人だ。なんだろう、3776まず打って、一回打つよ。はい、取れる。3。あ、こっちだ、こっち、こっち。入力は刃物さんに任せよう。7 6 6。はい、で、これが違うから、これが対象だから、また一緒のやつを押せってことじゃない？それだったら F B B B A じゃない？でもこれでは開かない。